アミさんです。どうぞ。アミです。よろしくお願いします。先ほど、ちょっと話しましたんで、MC もしているレイジープラネットの、今回バックダンサーのオーディション、はい、審査、はい、選定、はい、振り付け、はい、担当してもらってるアミさんです。はい、よろしくお願いします。そんなアミさんにですね、改めてちょっと、はい、アミさんってさっき言ったこと以外の自己紹介をお願いします。はい、私は名古屋を拠点に活動していて、主なチームはバーンビーと1994、東京ではエンカウンターエングレーバーズというチームに所属して活動しています。はい、ありがとうございます。続いてですね、今回オーディションから振り付け、ダンスリハーサルを行ってですね、大変だったことあったでしょうか。大変だったこと、はい、大変だったことは、はい、何でもいいです。はい、小さくてもいいです、はい、この今回の振り付けさせてもらったビーティングという曲なんですけれども、はい、なんかこう自分のこう内に秘めた思いをが溢れ出ちゃうみたいな曲で、こうバチコーンってこうバーンっていう曲ではなくてもう一回やってもらってもいいですかバンバンバンっていう、こう皆さん見てます、バンバンバンっていう曲なんで、これちょっとちゃんとチェックしてくださいねバンバンバンって曲ではなくて、こう自分のこうグッと思いが溢れてしまうけれど、ここですごく燃えているみたいな、内なる炎のね、はい、そこを表現するのが難しかったですね。なるほどですね、はい、まあそうですよね、はい、やっぱりこの心の中のことを体で表現ってまあ難しいですよね。そうですね、そういうことですね、はい、そういうことです、はい、すいません、今回の、振り付けのポイントなどあればですね、教えていただきたいなと。今回、はい、言ってしまうと、そのダンサーさんが5人選ばせてもらってあるんですけど、はい、その5人の特徴、オーディションで見て、その子たちのを生かしつつ、この曲を生かしつつっていうのをこうコラボさせた、コラボさせた、バランスよく、はい、はい、そこを見てほしいです。なるほどですね、はい、そんなですね、バックダンサーをやるメンバーなんですけれども、はい、どんな人が揃ってます？ちょっとこれが、はい、はい、もう普通にもう先生の目から、先生の目からで、はい、いっちゃっていいですか？はいはい、どうぞ。まずみんな出身地がバラバラで、はい、北海道、秋田、はい、私が名古屋で、あと岐阜、はい、で東京、ここ神奈川っていう、はい、神奈川、もう全員バラバラの地域から、はい、あんまり西には行かずにって感じのバラバラな感じですね。バラバラの地域からこう集まって、はい、まあ、東京で今活動してる子とかもいるんですけど、もともとの出身地はバラバラ でジャンルももうみんなバラバラ、全部バラバラってことですね。そうで、全部バラバラけど、全部バラバラだけど、はい、それがもうこう一つにグッといいところが集まったっていうところを見てほしいです。見応えありそうですね、はい、では最後にですね、観覧する皆さんにですね、一言お願いします。皆さんに向かって一言お願いします。コロナ禍でマスクをしていて制限もいろいろあると思うんですけど、このライブ3組今から登場すると思うんですけど、もうすごく盛り上がって、この生でね、やっぱり聴けるって、はい、なかなかないことじゃないですか。まあここ最近は本当になかったですね。そうですよね。もう1年半ぐらいですか、1年半以上か、もう全然本当に自分も、もう映像は見るけど、やっぱりね、生で見ることはね、めったにね。そう、はい、で私もこう現場に来るのがこう、まあ、久しぶりといったあれなんですけど、はい、いやもう皆さん多分そうだと思います。そうですよね、はい、貴重な1回なので、はい、まあ、皆さん見てる人も一緒だと思うので、もう大いに盛り上がって楽しんでください。よろしくお願いします。よろしくお願いしますとのことです。アミさんでした。ありがとうございました。それではですね、2部ショーケース一発目紹介させていただきます。じゃあ出てきてもらいましょう。紹介します、レイジープラ